ジョン・ロバート・イスナーは、アメリカのオスカ・ロライナ州グリーンズボロ出身の男子、プロテニス選手。ジョージア大学卒業。身長208センチメートル、体重108キログラムの巨体から繰り出す、高速サーブを最大の武器にする選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス15勝、ダブルス5勝。自己最高ランキングはシングルス8位、ダブルス26位。 日本語の資料によっては、ジョン・アイズナーの表記も見られる。マスターズ戦では、シングルス優勝1回、ダブルス優勝3回。2018年シーズン終了時点で、歴代2位となる1937本のサービスエースを決めており、また毎年エース数、サービスゲーム獲得率、ファーストサービスポイント率などで上位にランクインする。イスナーは父親が、建築家、 母親は不動産業者という家庭に生まれ、9歳からテニスを始めた。少年時代はその長身を生かして、バスケットボールもプレーしたが、16歳でテニスに専念する。彼は2004年から2007年まで、ジョージア大学の学生テニス選手として活動し、2007年の NCAA テニス選手権でシングルス準優勝、ダブルス優勝を成し遂げた後に、プロ選手となった。 同年7月のレグ・メイソン・テニス・クラシックで決勝に進み、同じアメリカのアンディ・ロディックに4から6、6から7で敗れて、準優勝になる。8月末の全米オープンで、イスナーは主催者推薦から3回戦に進出し、第1シードのロジャー・フェデラーから第1セットのタイブレークをダッシュした。この試合には7から6、2から6、4から6、2から6で敗れたものの、 イスナーはアメリカ期待の新星として一躍有名になった。彼の身長は現在の ATP ツアーではイボカロビッチの2 1 1トルに次ぐ2番目の長身である。2008年の4大大会ではシングルスはすべて7月のテニス連動選手権でイスナーはマーディフィッシュとペアを組み男子ツアーでダブルス初優勝を挙げた。 フィッシュとは2009年全豪オープン男子ダブルスでもペアを組んで出場し、ベスト8進出の成績を残している。その後、イスナーは春に患った伝染性単角球症のため、しばらくの間戦線を離脱し、全仏オープンとウィンブルドンを欠場した。彼はそのプレイスタイルから一試合の中で多数のサービスエースを奪っても、 それを試合の勝利に結びつけられない時が多かった。その一例として、2009年全豪オープン1回戦では、ドミニク・フルバティから39本のサービスエースを奪ったが、6から7、6から2、2から6、5から7のスコアで敗退した。ようやく2009年全米オープンで、イスナーはシングルスで2年ぶりの初戦突破を果たし、3回戦で、 第5シードのアンディ・ロディックを破る勝利を挙げた。この試合では、イスナーが38本のサービスエースを奪い、同じく強力サーブを最大の武器にするロディックも20本のサービスエースを放ち、両者合計で58本のサービスエースが乱れ飛ぶ、戦いとなったが、最終第5セットのタイブレイクの末に7から6、6から3、3から6、5から7、 7から6のスコアでイスナーが競り勝った。4回戦では、第10シードのフェルナンド・ベルダスコに6から 4, 4から、4から6、4から6、4から6で敗れた。この大会では、アメリカからの男子シード選手だったロディック、ジェームズ・ブレイク、サムクエリーの3人が、すべて3回戦で敗退したため、イスナーは、米国男子のシングルス最高成績をマークした。年 ATP ツアーで、 エース数653本が6位にランクインされた。2010年に入り、イスナーは年頭のハイネケンオープンの決勝でアルノー・クレマンを破り、男子ツアーでシングルス初優勝を果たした。続く全豪オープンでは、シード選手の一人だったジルシモンの直前、欠場により、繰り上げで第33シードを与えられ、そこから4回戦まで勝ち進んだ。 前年度の全米オープンに続く2大会連続の進出となった4回戦では、第5シードのアンディ・マリーに6から7、3から6、2から6のストレートで敗退した。ウィンブルドン選手権では1回戦で6月22日から24日にかけてニコラ・マユと史上最長試合となる11時間5分の試合を、 それまでの最長記録は2004年全仏オープンで記録された6時間33分だった。日没による中断が2回、イスナーは113本のサービスエースを記録した。また、対戦相手のマユも103本のサービスエースを記録し、合計215本のサービスエースが飛び交った。疲労が蓄積されたためか、続く2回戦では、 ティーモデバッカーに1時間14分でストレート負けし、サービスエースも1本にとどまった。2010年 ATP ツアーでエース数が1048本がツアー1位にランクインされた。2011年1月のホップマンカップでは、ベサニー・マテック・サンズと組優勝。予選では、マユと再戦し6から3、7から6で勝利。全豪オープンでは3回戦のマリンチ・リッチに6から、 4,2から6、7から6、6から7、7から9のフルセットで競り負けた。また、全仏オープン1回戦で、男子シングルス1位のラファエル・ナダルと対戦。長いリーチと、時速 210km 台の高速サーブを生かし、ナダルを脅かすも、4時間を超える4から6、7から6、7から6、2から6、4から6のフルセットの末、赤敗した。 7月のテニス連動選手権では、決勝で、オリビエロックスを63、76で破り、シングルスツアー2勝目を挙げた。アトランタテニス選手権では、決勝でマーディフィッシュに敗れたが、ウィンストン・セーラム・オープンでは、ジュリアン・ベネトウに46、63、64で勝利して、シングルス3勝目を挙げた。全米オープンでは4回戦で、ジルシモンを7から6、3から6、7から6、 7から6で破り4大大会では初のベスト8に進出。準々決勝ではアンディ・マリーに5から7、4から6、6から3、6から7で破れた。2011年はエース数811本がツアー2位、サービスゲーム勝率91%が1位にランクイン。全豪オープンでは3回戦でフェリシアーノ・ロペスに破れた。 2月のデビスカップ2121 21回戦のスイス戦では、ロジャー・フェデラーを4から6、6から3、7から6、6から2で破りチームの勝利に貢献した。3月の BNP パリバオープンでは準決勝で、世界ランク1位のノバク・ジョコビッチに勝利し、初めてマスターズ戦のシングルス決勝に進出し、ロジャー・フェデラーに6、7、3、6で破れて、準優勝になった。 4月の全米男子、クレーコート選手権でも、準優勝し、自己最高の9位を記録している。全仏オープンでは2回戦で、ポール・アンリマチーに76、46、46、63、16、18で敗れた。試合時間は5時間41分で、大会史上2番目の長時間試合となった。7月のテニス連動選手権では、決勝で、レイトンヒューイットを76、 64で破り連覇を果たした。7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルスではベスト8に進出し、準々決勝でロジャー・フェデラーに46、67で破れた。8月のウィンストン・セーラム・オープンは決勝でトマーシュ・ベルディファを36、64、76で勝利し大会連覇を果たした。2012年シーズンのエース数1005本がツアー1位。 サービスゲーム勝率が92%が2位、ブレークポイントセーブ率74%が2位にランクインされる。2013年のシンシナティマスターズでは、ノーシードで出場し、第8シードのリシャール・ガスケ、第1シードのノバク・ジョコビッチ、第7シードのフアン・マルティンデル・ポトロに勝利し、マスターズ戦では2度目の決勝進出。決勝で、ラファエル・ナダルに6から7、6から7で敗れ、 準優勝。2013年シーズンはサービスエース数979本、ブレイクポイントセーブ率71%がツアー1位を記録。サービスゲーム勝率90%が2位、ファーストサービスポイント率79%、セカンドサーブポイント率56%が3位にランクインした。2014年シーズンはサービスゲーム勝率93%、 ブレイクポイントセーブ率75%がツアー1位を記録。他にもサービスエース数989本が3位、ファーストサービス成功率69%で3位、ファーストサービスポイント率79%で5位、セカンドサーブポイント率57%で2位を記録した。第22シードで出場した2015年。 マイアミオープンでは、第9シードのグリゴールディミトロフ、第5シードのミロシュラ・オー・ニッチ、第4シードのニシコリ・ケイを倒して、自身大会初のベスト4に進出した。マドリードオープンでは、ニック・キリオスを破り自身初のベスト8進出。7月のアトランタテニス選手権では、決勝でマルコス・バグダティスを破り3連覇達成。 シティオープンでは2年ぶりに決勝に進出するも西小利圭に敗れる。2016年のアトランタテニス選手権では4連覇を目指したが、決勝でニック・キリオスに敗れた。年最後の大会の BNP パリバマスターズでは4年ぶりに準決勝に進出すると、マリンチ・リッチに勝利し、3年ぶりにマスターズで決勝に進出する。決勝でアンディ・マリーに敗れ。 三度目の準優勝となった。2017年、BNL イタリア国際では3回戦で、第3シードのスタンワウリンカをストレートで破り、準々決勝では、第6シードマリン・チリッチを倒し初の準決勝に進出。しかし、この大会を優勝することとなる若手アレクサンダー、ズベレフに敗れた。テニス伝道オープンでは、決勝で、 マシュー・エブデンを破り3度目の優勝を飾った。翌週のアトランタテニス選手権でも、第3シードのジレミューラーを破り、決勝に進出し、ライアン・ハリソンを破り2年ぶり4度目の優勝となった。ウエスタンサザンをオープンと BNP パリバ、マスターズでは、ベスト4。3月の BNP パリバオープンでは、ダブルスで、ジャック・ソックとのペアで優勝。マイアミオープンでは4回戦で、 第2シードのマリン・チリッチ、準決勝で、第5シードのフアン・マルティンデル・ポトロに勝利し、マスターズ戦で4度目の決勝。決勝で第4シードのアレクサンダーズ・ベレフに6から7、6から4、6から4で勝利し、シングルスで、マスターズ戦初優勝を果たした。大会後のランキングで、トップ10復帰を果たす。ウィンブルドンでは、グランドスラムで初めてベスト4に、進出、準決勝で、 第8シードのケビン・アンダーソンに6から7、7から6、7から6、4から6、24から26と、歴代2位の試合時間となる6時間36分の死闘の末に敗れた。7月16日付の世界ランキングで自己最高の8位を記録している。アトランタテニス選手権で2年連続5回目の優勝。全米オープンではベスト8入りしたが、 準々決勝で出るポトロに敗れた。レースランキングは10位ながらも、ナダルと出るポトロの欠場により繰り上げで ATP ファイナルズ初出場を果たす。33歳での初出場は、史上3位の恒例記録である。しかしラウンドロビンで、ジョコビッチ、チリッチ、アレクサンダーズベレフに敗れ3戦全敗に終わった。それでも素晴らしいシーズンを遅れた理由について、 体のケアに重点を置いたことを挙げている。全豪オープンは初戦でライリーオペルカに敗れた。続くニューヨークオープンの準決勝でもオペルカに負けた。デルレービーチオープンとメキシコオープンでもベスト4に入りした。マイアミオープンでは2年連続で決勝に進んだが、今回はロジャー・フェデラーに1から6、4から6で敗れ準優勝に終わった。 この決勝戦で左足に疲労骨折を負い、クレイコートシーズンは全休した。ウィンブルドン選手権で復帰するも2回戦敗退。続くテニス連動選手権では2年ぶり4度目の優勝を果たした。全米オープンは2回戦敗退。年間ランキングは19位。年間最終世界ランキングを10年連続トップ。20として2010年代でこれを達成したのは他に、フェデラー。 ジョコビッチ、ナダルだけである。2010年6月22日から24日、ウィンブルドン選手権、シングルス1回戦、当時世界ランク23位のイスナーと、予選通過者のニコラ・マユの対戦において、これまでの最長記録6時間33分を大幅に更新し、史上最長記録となる11時間5分を記録した。火曜22日18時13分に18番コートにて、 試合が開始。21時7分、第5セットを始める前に翌日に延期。水曜23日14時5分試合再開。17時45分、最長記録を更新。21時9分、最終セット59ゲームオールにて翌日に延長。木曜24日15時40分試合再開。3日目の16時47分最終セット8時間11分で、イスナー勝利。 シングルス、5、優勝1回、準優勝4回。編集略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。